今回ですね、なんと、マッチングアプリですね、マッチングアプリのタップルと、ひろゆきっていうあの2チャンネルの掲示板作った方、今5チャンネルか。で、そのひろゆきと、このタップルですね、タップルというマッチングアプリがコラボしましたということで、まあ、ネタがね、上がっておりまして、で、実際にツイッターの方でこういうことですね、最大10万円が当たるということで、ひろゆきコラボ記念キャンペーンと。ね、そして、ひろゆきロト、当選者には豪華景品をプレゼント。有料プランの購入で、ひろゆきロトに参加しようということで。で、なんかね、1等最大10倍返ってくるとね。よくわかりませんが、まあ、自分の方はこういうのやってはおりませんので、ただね、他の、なんだろう、これとは別で、ひろゆきが動画でいつも配信をしてるわけじゃないですか。で、その中でマッチングアプリにはやべえやつしか来ねえから、利用するなっていう動画も上げてるんですよね。それなのに、それでタップルとかも出てるんですよ。なのに、この人たちはタップルの社員だとか経営陣っていうのは、それすら見てなくて、とりあえず若者とかね、まあ若者からちょっとね、中年層まで人気のあるひろゆきっていうのを取り上げて、まあ、集客に結びつけようということをね、やっておるんですけれども。で、思ったのが、婚活とひろゆきって全然関係ないわけで、全く、なんだろう、同じ方向のベクトルを向いてるわけでもない。そして、さらに、その女性だとか男性だとかで、そのね、婚活されてる女性、男性の方で、ひろゆきのことを好きだっていう方が、そんなにいるとは思えないんですよ。で、別に俺はどっちでもないんですけども、別に好きなら好きでいいんですよ。別にひろゆきのこと。で、要は、だから、万人がこの彼を好いてるわけではないので、じゃあこのコラボやったから、よっしゃ、ラッキーみたいなやってみようなんて、参加してみようなんて思う人って、ほぼいないと思うんですよね、ファン以外はね、ファンの人以外は。全員が全員ファンなわけじゃなくて、女性なんかひろゆきって誰っていうレベルなんですよ。で、そんなね、そんなところでこういう無駄な労力を使うんであれば、もうちょっとこのサービスを充実させるとか、新しい企画をやるとかっていう方で、頑張っていただかないと無理なんじゃねえかなというところで、もう俺の方も婚活は離れちゃってるんで、今どういう事情か分かりませんけれども、そんなに苦しいのかねみたいな、まあ集客ね、集客をしなければならないっていうのは常、ね、常日頃からの、まあ、課題だと思うんですよ。その企業としてはね。企業としては。だけど、もう、利用者のその真剣なその恋人探しとか結婚相手探しだとかっていうのはもうさておき、置いといて、とにかく商売っていう形になっちゃってるので、だからあんまり、まあこういうのを利用するっていうのは、本当に遊びとか、遊びの延長みたいなところで、まあ、いい人見つかったらラッキーだよねぐらいの、感覚で、まあ、利用しないと、まあ、あんまりこう、ね、お得感はないと言いますか、で、こういう実際にこれだけ広まっていくと、いろんな詐欺の方だとか、ね、メシ目だとか、いろんなね、体目的の男だとか、そういうのがみんな参戦してきて、またぐちゃぐちゃになっちゃうわけじゃないですか。だからまあ、婚活とは別と考えていかないと、これはきついと思います。だから婚活者がこういう、ね、マッチングアプリとか出会い系サイトの出会うためのアプリみたいなのをやるのは、あんまりおすすめしないですよみたいな形の説明の方がいいのかなというところで、自分としてもそういうマッチングアプリで遊んでる方もいらっしゃると思うんですが、そこで真剣な出会いなんて多分ほぼないと思うんですよ。で、まあ相談所のそういうアプリみたいなのをやるのはまあいいんじゃないかなと。いうところもあったりするので、まあ、本人の好きにすればっていうところでもあるんですけれども、全くこの、的を得てない企画みたいな、なんていうのかな、的外れと言いますか、わかりやすく言うとね。まあ、素人のね、俺がこんなこと言うのもなんなんですけれども、なんか違うなと。いや、じゃあ、これですごい集客が上がるのか、ね、売り上げがどのぐらい上がったかっていうのは、まあ、この、ね、タップルの会社が、まあ、その報告、利益の報告を開示すればね、わかるんですけども、そしたら第2弾とか、多分うまくいってる第2弾とかっていうのがあると思うんで、これで終わってしまうんであれば、多分、一過性の思いつきの企画だなというところで、まあ、どっかのね、その中の社員が、
今、ひろゆき流行ってますよ、みたいな、これでコラボしましょうよ、売り上げ上がりますよ、みたいな、じゃあやってみようか、みたいなノリだと思うんですよね。もう、利用者の意思無視みたいなところがあって、バカだよね。はっきり言ってバカだよね、こんなんね。まあ、こんなんで、じゃあ利用しますかというところで、全く、俺が例え今、彼女がいなかったとして、じゃあタップルやろうかな、ひろゆきとコラボだしな、みたいな、お得だよな、みたいなんで、絶対参加しません。絶対利用しません。まあ、平常運転ですよね。普通にこんなのなくてもって。まあ、大体この企画知らねえんじゃねえのって、大体多くの方が、ほぼ知らねえんじゃねえっていうところもあるので、まあ、企画倒れで終わってくれることを、まあ、なんていうのかな。企画倒れで終わるのは、まあ、俺の予想としてはそっちかなというところで、別に願ってるわけじゃないんですけども、どうでもいいことなので、非常にどうでもいいことなので、で、話はちょっと変わりますけれども、まあ、彼女とのことを、まあ、話すのは減りましたねっていうね、ちょっと書き込みもいただいてまして、まあ、実はそれはそうなんですよ。なぜかといったら、別に変化がなく、うまく、トラブルもなく、ね、普通に日常の平常運転で今、やっておりまして、まだまだちょっと一つ問題点っていうのもあったりするので、まあ、そういうのもあるからね、なんだろう、こう急いで進展とか別に考えてないんですよ、お互いにというところで。で、いろいろと今ですね、なんだろう、理解できなかった点だとか、そういうね、隠れていた部分っていうのを今、お互いにこう理解し合っているという、だから、まあ、実際彼女からですね、言われたのが、そういう、まあ、皆さん、あまり、なんていうのかな、婚活でやってる方からすると、体の関係がどうとかっていうのは、そんなのはなんか必要ないよねみたいな、あとは嫌悪感を示されるんですけども、そういう関係があって、やっぱりあった方が仲良くなる、ね、より仲良くなるよねみたいなことはね、言われました。それは実際自分が体験していただいて、そういうふうに、まあ、彼女が感じていると。いうところですね。これ絶対なんか必要だよねという、ね、こういうことって必要だよねっていうことは言っておりました。まあ、それもあって、まあ、お互いっていうか、まあね、向こうもそういう場所ね、それが行くことは必要だよねと、ね、そういう関係って必要だよねっていうことも言われてますんで、全部が必要なんですよ。必要じゃないことって、信頼関係づくりに必要じゃないものってあまりないものね、ないですから、まあ、普通に出かけることも大事だし、語り合うこと、ね、そういうのも大事だし、そういう大人の関係っていうのも大事だし、だって同居人になるわけじゃないんだから、将来的に、ね、一緒に暮らすとか、そういうことを考えるわけじゃないですか。今すぐではなくてもね、今すぐではなくて、だからお互いその辺のいろんな問題点がちょっとまだあるので、すぐに住むだとか、そういうね、すぐ結婚っていう形ではないんですよ。だから2022年の段階で、この年内で何かあるのかって言ったら、多分ないと思います、それは。もうちょい先送りかなっていう。だからいろんなこのスタイルがあるわけじゃないですか。それはお互いが話し合ったことによって、そうじゃないよねって、皆さんが思っている決まりきったスタイルではないよねっていう。まあ、それが一つの答えはまあ出ているので、だからそのいい関係を作って、信頼関係を今構築していって、その何年か後に、まあ、どういうアクションをしていくのかっていうね、パートナー制でいくのか、そういうね、ちゃんとした形にするのかっていうのは、まあ、今後の本当展開次第っていうことなので、今どうこうとかっていうことはあえて言いません。未来予想図も、ある程度は描いてますけども、それは別に今言うことではないので、まあちょっと話がそれましたけどね。それましたけど、今真剣に交際を、ね、継続しているということは、全然今問題、なんていうかな、何かトラブルがあるとか、お互いの気持ちの迷いだとか、そういうのは特にないです。そういうものはないです。信頼関係は今がっちりと、がっちりになって、そして、やはりまあ、デート問題とかのほらね、どっちが払うとか、そういうのも、もう全然、全く問題ないっていうね、
お互いの財布がお互いのものだよねっていう考えがあるので、だから一日のその出費みたいなものを、まあ、彼女の方も理解をしていて、まあ、ここはこうやって自分が出してみたいな、なんかあるわけですよ。まあもう暗黙の了解というか、もう彼女の方から、すべてそれは、そっちのね、まあ、こっちの件は、もう、ある程度リードしてもらってますので、で、まあ、肝心のその方向性だとか、そういうね、関係、まあ、デートだとか、っていうのはもう俺の方である程度決めて、相談しながら、お互いに、今をすごい楽しみながら、今というのと、その、会うたびに、この、まあ、なんだろう、飽きずにこう盛り上がるみたいな。そして、その一日をとにかく一生懸命楽しむという形をやっているので、非常にいい関係ではあるというふうにはね、言えます。それだけは言えます。間違いなく言えますね。他のね、誰が何を言おうとも、どんな想像を、されようとも、揺るがない、形になっております。すごい、それだけ今かなり関係性っていうのは構築されてきているというところですね。まあ、今ですね、そうやって頑張っている方、まあ、相手探しされている方で、まあ、カップリングになってこれからっていう方もいらっしゃると思うんですけども、人のことよりも、そのお互いの自分と相手のペースとか、何がじゃあ今自分たちは必要なのかとか、そういうことだけを考えて、他の参考例だとか、他の人がこうだからこうしなきゃいけないとか、そういうのは一切ね、考えない方がいいと思います。だって全員環境が違うんだから、立場も違うし、ね、年齢だって違ったり、相手の性格だって性質だって違ったりするわけだから、どれがっていうモデル見本なんていうのはやめといた方がいいと思います。お互いがいかにその時その時を一瞬一瞬を真剣に熱く、楽しく過ごすか、俺はこれだと思うんですよね。まあ、あくまでもこれを俺の意見になっちゃいますけれども、もう他人なんかどうこう、その人の目だとか、他の人はこうだよねとか、相談所ではこうだよねとか、そんなん関係ありません。主役は2人だわけじゃないですか。そのね、当事者が主役なので、で、その2人がどうやって進んでいくのかっていうのは、お相手の方とも話し合いながら、そういうふうに進んでった方がいいと思います。変な、ね、相談所のやつが動画でどうとこうとか、こうしろ、ああしろとか、ね、うんちくみたいなの並べてますけど、そんなのは関係ありません。そのペースしかもうないので、まあ、そういうところはそういうところで特化したやり方があるので、そのやり方でもいいと思うんですけど、あまりそれに染まりきってしまうと、本当の事務的な相手を見つけて、はい、結婚生活スタート、でもなんか違和感があって、結果的に離婚みたいなね、そういうことにつながると思うんです。だって結婚させ屋さんだから、そういうね、相談所とかそういうところさせれば OK、 もうあと知りませんみたいなね、ところがありますので、まあでもそれがそれで選んでいいと思って、選んでる方がいっぱいいらっしゃいますので、それで幸せになったよって方はそれでいいです。全くそれでいいです。いや、なんか疑問を感じるなとか、ちょっと違うなとか、いや、自分のやっぱりペースでやりたいなっていう方は、それはそれで自分で、思った感じでやった方がいいと思います。まあ、アドバイスは聞くような形をとって、いいところだけ聞いて、ね、ちょっと違うな、自分は合わせらんねえなっていうのは、無理に合わせる必要はないと思います。それは合わせたところで絶対合いませんので、だって相談所の人間が全部正しいってわけじゃないですからね。そういうふうに、じゃあ言った通りにやって、じゃあできるのかっつったら、そしたら会員の皆さんが全員できるわけじゃないですか。そんなことないでしょ。もうだからそこですよ、究極ね。とのつまりというところで、やっぱり人とね、人と人、相手っていうのが全然違うわけですから、ね、そういうね、染まれる方、染まれない方、ね、やっぱり自分の思いで何とかしたいって方、それでうまくいかなくたっていいじゃないですか、別に。自分たちが納得した形でやっていくっていうね。まあやったけどダメでした。それでもまた、それも人生だと思うんですよ。まあだからどうしてももうね、異性で、ね、相手だけ見つけたいと、結婚相手だけ見つけたいって方は、その通りにやればいいと思います。事務的に進んで、事務的に結婚して、事務的な生活を送ればいいと思います。何が幸せかとか、そういうのっていうのは自分自身じゃないですか。じゃあ、あの人が言ってるからこれが幸せなんだみたいなのはないんですよ。そんなものは全くないと思ってますんで、俺は。
それはその人それぞれですから、人それぞれの幸せをまあ掴む、ね、楽しんでいくっていうのが、一番かなというふうに、ね、思ったりしますね。まあそんなことでちょっと話がね、それましたけれども、このね、コラボ、こういうのありますけど、皆さん、どうですか？なんか参加したいですか？みたいな。試しにこれやってみてください。それで報告いただけたら面白いかなと。ロト当たりました！みたいなね。いや、外れました！みたいなのでもいいです。なんか一つやってみるといいと思います。それでは、皆さんごきげん。じゃあ。